私たちの多くはコミュニケーション能力というと上手に話すことだと思いがちです。しかし実は聞く力こそが人間関係やビジネスの成功を左右する重要なスキルなのです。聞き方がコミュニケーションの成否を分ける鍵となり、その良し悪しで人生が大きく変わる可能性さえあります。聞く力の本質は相手との信頼関係を築くことにあります。人は誰かに話を聞いてもらえると安心感を覚え、心を開きやすくなります。これは人間の根源的な欲求である理解されたい、共感されたいという気持ちを満たすからです。特にビジネスの現場では聞き上手であることが極めて重要です。クライアントや同僚との信頼関係が直接的に業績に結びつくからです。上司や顧客との関係が深まれば仕事の効率や成果が向上し、キャリアアップにもつながります。では具体的にどのように聞く力を身につければいいのでしょうか。まず5つの基本的なテクニックを紹介します。1つ目は笑顔の引き出しです。初対面や新しい状況で人は不安を感じやすいものです。そんな時まず笑顔を見せることで相手に敵意がないというメッセージを伝え、安心感を与えることができます。これによりスムーズなコミュニケーションの土台が作られます。2つ目はうなずきの活用です。うなずきはあなたの話に興味がありますというサインとなります。相手はこれを見てもっと話したくなるのです。うなずきの強さは状況に応じて使い分けましょう。基本は軽いうなずきを続け、相手の話がクライマックスに達した時に強いうなずきを加えると効果的です。3つ目は前傾姿勢です。背もたれにも垂れるのではなく、相手に体を向けて前傾姿勢で聞くことで本当に話を聞いてくれているという印象を与えます。特に対面での会話ではこの姿勢一つで相手の印象が大きく変わります。4つ目は笑いを忘れないことです。相手の話の内容に応じて適切に笑顔や笑いを取り入れることが重要です。特に相手がユーモアを交えた話をしているときには自然な笑いを返すことで場が和みます。5つ目は簡単な称賛です。すごいですね、信じられない、といった簡単な言葉で相手を称賛することは非常に効果的なリアクションです。これにより話し手はさらに自分の話を深掘りしようとし、より価値ある情報を提供してくれることがあります。これらのテクニックを実践する一方で、避けるべき行動も理解しておく必要があります。以下の4つは絶対にやってはいけない聞き方の禁忌です。1つ目は否定することです。相手の意見や価値観を否定することは信頼関係を壊す最大の要因となります。たとえ意見が違ってもまずは肯定的に受け入れることが大切です。2つ目は会話をコントロールすることです。相手が話している途中で会話の方向を変えたり、話題を強引に切り替えたりするのは厳禁です。相手の話が最後まで終わるのを待つことが重要です。3つ目は勝手に解決策を提示することです。特に悩み相談の際、すぐに解決策を提示するのは逆効果です。多くの人は解決策を求めているのではなく、単に話を聞いてもらいたいだけなのです。あなたはどうしたいですか、と相手の意見を引き出すアプローチが効果的です。4つ目は専門用語でマウントを取ることです。難しい言葉や専門用語を使って相手に優越感を示すのは聞き手としての信頼を失う行為です。常にシンプルで分かりやすい言葉を使うよう心がけましょう。これらのテクニックを実践するためには日常のあらゆる場面で意識して行動することが必要です。例えば相手の話を聞きながらメモを取ることは、自分の話を真剣に聞いてくれているという印象を与え、特にビジネスシーンで効果的です。また聞く際には内容だけでなく話し手の感情に寄り添うことも大切です。話の背後にある感情を理解し、その感情に共感するリアクションを心がけることで、より深い理解と信頼関係を築くことができます。重要なのはこれらのテクニックを単なる表面的なスキルとして捉えないことです。聞く力の真髄は相手に興味を持つ心から生まれるものです。相手の話に真摯に耳を傾け、その人の感情や思いを理解しようとする姿勢が本当の意味での聞く力を生み出すのです。この聞く力を磨くことで、あなたのコミュニケーション能力は飛躍的に向上します。それは単に会話が上手になるだけでなく、ビジネスや日常生活においてより豊かで深い人間関係を築くための最強の武器となります。相手の話をしっかりと聞き、その思いに寄り添うことで、あなたは多くの人から信頼され尊敬される存在になっていくでしょう。そしてそのような関係性の中から新たなビジネスチャンスや人生の機会が生まれてくるのです。聞く力を磨くことは
決して難しいことではありません。日々の生活の中で意識的に相手の話に耳を傾け、ここで紹介したテクニックを実践していくだけです。最初は少し意識的に行動する必要があるかもしれませんが、続けていくうちに自然と身についていきます。そして聞く力を身につけることで得られる恩恵は計り知れません。仕事での成功、豊かな人間関係、そして自己成長など、人生のあらゆる面でポジティブな変化が起こるでしょう。聞く力はまさに人生を変える可能性を秘めたスキルなのです。この動画を見てくださった皆さんには、ぜひ今日から聞く力の実践を始めていただきたいと思います。家族との会話、友人との対話、職場でのコミュニケーション、どんな場面でも構いません。相手の話に真摯に耳を傾け、その思いを理解しようとする姿勢を持ち続けてください。そうすることで、あなたの周りの人々との関係性が徐々に、しかし確実に変化していくのを感じるはずです。人々はあなたにより多くの信頼を寄せ、より深い話をするようになるでしょう。そしてあなた自身も他者をより深く理解し、豊かな人間関係を築いていけるようになるはずです。聞く力は現代社会において非常に価値の高いスキルです。その力を身につけ実践することで、あなたの人生はより豊かで充実したものになっていくことでしょう。今日からでも身近な人との会話の中で聞く力を意識してみてください。